皆さんこんにちは。子供の頃、新学期になるとドキドキしていたクラス替え。皆さんはクラス替えをどのように行っているかご存知ですか？今回はクラス替えがどのように行われているか、実際に何を基準で行われているかをお伝えしていきます。クラス替えは原則、それぞれのクラスに学力の差が出ないように均等に分けられています。現在はテストのデータを Excel に入力して、機械的に各クラスの平均点が同じになるようにしているんだそうです。そのため学力がトップクラスの生徒同士は離されてしまう確率が高いです。また学力だけではなく、運動能力も原則差が出ないように分けられます。理由としては、体育祭や球技大会、または合唱発表会などで大差が出ないようにするため、運動部、文化部、それぞれ均等になるように分けられます。合唱発表会でもピアノが弾ける生徒が必要となるため、各クラスに最低1人振り分けます。確かにどのクラスにもピアノが弾ける人がいましたね。さらに学力や運動能力だけではなく、クラスを盛り上げるムードメーカー的な生徒や、イベントでリーダーシップを発揮する生徒の存在は貴重です。文化祭や体育祭だけではなく、テストや受験勉強でもクラスを引っ張っていってくれることがあるからだそうです。そのためムードメーカーやリーダータイプの生徒は各クラスにまんべんなく振り分けられるようになっています。その逆で、不登校など対応が難しい生徒や複雑な問題を持つ生徒はどの学校にもいますよね。一人の教員に負担が集中するのを避けるために、そのような生徒は別々のクラスに振り分けられるそうです。基本的にいろいろな意味で目立つ生徒が順に振り分けられますが、クラスの人数は各クラスが同じにならないといけません。そこで問題児 A が1組から2組へと移動させる場合は、同時に問題児 A と同じ成績の生徒も2組から1組へと移動させられます。リーダーだからといって成績がずば抜けていいとは限りませんし、問題児だからといって成績がずば抜けて悪いとは限りません。しかしリーダーシップがある子は平均よりも若干いい成績の1軍にいます。そして問題児は平均よりも若干悪い成績の1軍にいるものです。リーダーたちや問題たちと似たような成績で、特に可も不可もない目立たない生徒は、〇〇は便利だねとクラス替え会議で何度もクラス間を移動させられるそうです。さらに交友関係もクラス替えの決め方に反映されています。それは仲がいいとかではなく、学校側から見て問題行動を起こしそうかどうかです。例えば授業中に騒いでしまう3人組がいたとしたら、彼らは別々のクラスに振り分けられる可能性が高いでしょう。またいじめや嫌がらせといった相性の悪い生徒同士も別のクラスになる可能性が高いです。なのでもしも仲良しの子と一緒になりたい場合は、友達と代わってクラス内に先生が好むようないい雰囲気を作ったり、友達がリーダーであれば唯一その友達をうまくサポートできる相棒になる、もしくは友達が問題児であれば唯一その友達を抑えることができる存在になると、同じクラスになる可能性は増えるかもしれません。ちなみに生徒を均等に振り分けるには、生徒のことをよく理解している旧担任の案が必須です。そしてその案をもとに管理職がクラス分けを最終決定するそうです。なので旧担任に、来年も〇〇ちゃんと絶対同じクラスにしてくださいとお願いすれば、もしかしたら同じクラスになれる可能性もあります。偶然かどうかは分かりませんが、実際そのようにお願いして同じクラスになれたという人もいるようです。クラス替えは生徒たちにとってその1年を占う大事なイベントでもありますから、機会がある方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。